フォルツァスタイル。帰ってきた、帰ってないのかな、帰ってきたか帰ってきてないか分かんないんですけど、アニラジオ、何回、5回目、正式に言うと5回、この間3、4がやって5回目ですかね、5回目なんですかね。そうそう、でね、ちょっと全然関係ない話15秒ぐらいしていいですか。はい、今日イルミネートにね、久しぶりに行ってきたんですよ。はいはいはい。そしたら、そうそう、男性の方に、はい、兄貴さんですかって言われて、あいつも見てます、ありがとうございますって握手をした後に、まあ、カップルでいたらしくて、うん、で、今日インスタで、ね、写真撮ったんで、これだけちゃんと言って本人はちゃんと分かると思うね。そうで、そこからイルミネート寄って、はい、なんかいい靴があるなと思って、サイズちっちゃかったんですけど、そしたらそれ今、おつぼちゃんが今履いてるね。はい、どうでもいい、どうでもいいですね。どうでもいい話なんですけど、先週行ったんですね、実は。そうそう。ということで、はい、今日のカメラ大坪です。あ、カメラ大坪さんですね、はい。で、まあ、この2人がデフォルトなんですけど、はい、まあ、今日のテーマはですね、北の国から、うん、北の国からが僕も大好きで、まあ、講談社からも DVD マガジン今いっぱい出てますけど、はい、で、まあ、そのフォルツァの中でもこのなんだ北の国から好きな方をですね、散々もう大先生、アニザンポの中で散々やってますもんね。いや、そうそう、もう今日はね、もう倉本先生が、倉本先生がですね、特別に富良野から、うん、特別に来てません来てません来てません。もう また身内かって感じなんですけど、はい、今日はこじらぐ谷中さんです。どうも。あ、どうもこんにちは、谷中畑和夫です。はい、よろしく。中ちゃん、谷中ちゃん、谷中ちゃん、谷中ちゃんです。いいなぁ、中ちゃん。そうでね、何かもうまあ私からいいですか。はい、私から簡単に話すと小学校低学年ぐらいの時だったと思うんですけど、まあ、リアルタイムでそのテレビシリーズを見てて、うんうん、だから順に年齢は近いのかな、まあ、その頃は子供目線でずっと見てて、でその後にスペシャルがいろいろ何本も出て、うん、そこからもうずっと 何十年ぐらいだろう、30年ぐらい寄ってたんですかね、うん、まあすごい長いと思う。だから私全部ずっとリアルタイムで見ていた世代で、はい、で DVD ももちろん全部持っていて、で DVD マガジンの第1だけは今日持ってきたんですけど、コナジが出てるね、はい、22年じゃないですか、81年がそれぐらいの、1981年、2002年で終わってるんで22年か、はい、まあね、まあ時々その DVD でテレビシリーズを1話から全部バーって見たり、まあスペシャルで、まあ最後は遺言ですけど、そういうのを見たりとかで、まあいろいろ名シーンがありながらも見逃してた、何回その見るたびに何ていうんですかね、新鮮な感じを覚えるのと、やっぱり子供の頃見てたのと大人になって見たらまた違ったりとかして、でそういう話をまあ撮影の現場とかね、スタジオとかでいろいろ話してると、まあ大坪ちゃんもなんか縁が、そうなんですよね、倉本さんに縁があったりとか、はい、まあ、赤ちゃんもよく、まあ、昔から見てたみたいな、もう一回見直、まあ、テレビシリーズが基本だということで、うん、でこういう企画に至ったという。そうなんですよね。おつぼちゃんはどういう出会い、まあ、兄散歩でね、散々、ね、兄貴も大リスペクトされている黒板五郎さんの話とか、はい、中ちゃんの話とか、はい、いろいろ出てる中で、僕もスペシャル、ドラマスペシャルは、まあ、断片的にというか見てはいたんだけど、うん、なんだろう、つながりがあんまり、だから昔の第1話テレビのとこはちょっと飛んでて、そう、飛んだりしてるんですよね。飛んでてもスペシャル見たら素晴らしいなと思って、はい、でキャラクターがどういう人かっていうのはなんとなくは分かってるんだけど、うん、多分世間一般の方と似たような感じで、うん、その深いところまで行ってなかったんですよ、うんうん、で、まあ、今回こういう話もありつつ、ね、あとこの北の国から DVD マガジンが出るにあたって創刊号があったんですけど、倉本先生にインタビューを撮影させてもらったんですよ。そうそう、これね、撮影大坪直人ってね、これなのに見なかった、なのになんていうの、うろ覚えという、そういう、いや実はあの DVD マガジンで倉本先生の撮影したんですよ。そう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 、でそこから僕はテレビシリーズのね、吉野さんのくだりとか いろいろラベンダー畑とかいろいろ、テレビを見てないっていう、うん、まあそうなんですね、いろいろ、まあ、ロケに行くたびに話が出てくるのにちょっとぼんやりしてたっていう、ね、あ、ぼんやりした、ぼんやりで、谷中さんからもね、話を聞いてて、はい、これはもう見なきゃダメだと。そうですね、結構 2週間ぐらいで一気に、ここ最近でテレビシリーズ全部見て、あ、一番濃いですね。で
83冬84夏87、あ、ここに、ここにまとまってるんだね。89帰郷、はい、でついさっき92すだちまで見ました。前編後編ね。すだちは尾形直人出てくる。そう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 、あ、木にこうやってこうやって、そう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 、 HY って書く。あ、すごいね、ついてきてるね。帰郷のあの後半から出てくるやつです。ダムの下に沈んじゃう。尾形が看護奥やってる時代。そう、看護見習いの小吉に久しぶりに出会 う、ね、電車の中で自衛隊の小吉に。やばいやばい、止まんないですね、はい、じゃあということは、こう脱線するのは目に見てて脱線してんだけど、じゃあ週とか分かんないんだね、まだね。週はだから断片的に分かってるんですよ。当時あの自分が高校生ぐらいの時から見てるんで、うん、キャラクターとしては覚えてるんですけど、そのディテールまでがなかなか繋がる。完全一本筋がない。シュンとジュンがどうやって出会ったとか分かんない。今回そのドラマ24回を全部見て、うん、キャラクターが、キャラクターのその深いところまで全部改めて、そうですね、まあ後で話す倉本先生の全部、そう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 。で、僕去年フラの、まあ、北海道に仕事で行って、別に、まあ、フォルツは全然関係ない仕事で行った時に、うん、はい、うん、フラノに行ったんですよ、うん、でレストランルゴロワっていうレストランなんですけど、うん、フラノのそれってゴロ関係あるのかわかんないですけど、そこに出来たての時に行ったんですよ、ね、うんうん、そしたらなんと倉本先生がいたんですよ、中に。それも撮影の後、あとあとたま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 で再会、偶然あでうわーってなっちゃって、営業、店の営業終わった後に、うん、ランチタイム、ティータイムっていうんですかね、はい、休憩時間に倉本先生が入ってきて、うんうん、でご挨拶したんだ、はい、でも、でもテレビの時まだ見てない、見てない、すごいなそれなるほどね。いや、今回だから全部見て、いや、すごいなと。だ次なんかね、そういう会う機会があったらもういろいろね、もうね、ひれ伏しますね。ひれ伏す、ひれ伏す2時間ぐらいこっちから話しかけちゃう、もううざがられますよね。いや、すごかったですね。でも、この3人の中で唯一先生に直接会ってる、お会いしてる。そう、そう、先生といえば、でも、良子先生ね。良子先生ね。飛ぶな話、どうしよう。で、じゃあ、一回回していこう、はいはい。じゃあ、柳川ちゃんは北の国からはどういう、はい、僕は、76年生まれなんで、うん、結構その81の時なんて全然リアルタイムじゃないぞ、テレビシリーズって。うん、終わってるもんね。ちっちゃいですね。87、初恋。特番から入ったのか。レイちゃんが出てくる初恋が多分リアルで初です。ああ、いいとこから入ってるね。そうなんですよ、アイラブユーから入ってる。そうなんですよね、アイラブユー。小屋で家を越えて来れるみたいな。ただちょっとその時もうちょっとひねてるんで、うん、あの尾崎豊ちょっとダセーなみたいな、ああちょっと違うんじゃねえかなみたいなで、それとあと多分そのトンネルズが皆さんのおかげでやってた、真似してた、ちょっと北の国かみたいなのをやってて、そのパロディーと、うん、まあそれがなんか両方あって、でも僕多分87初恋から全部見てるんですよ、うん、でそれを遺言まで、そう、遺言まで全く欠かさずに見てて、うん、でそのプロセスにおいて過去のテレビシリーズの断片的なやつが入ってる、うんうん、で、繋がんないのが嫌だなっていうのがずっと続いてたんですけど、うん、一番大きなきっかけはそのストリートのあの僕らも貼ってる、うん、Just Do It Now のステッカーがブルートで作られてる、やるやらいましかね、これね、はい、うん、でこれでやっぱこっからのその日進塾の親父の歌のやつで、長水調子ってストロークってやつね、長ちゃんつって、うんうん、あの石で家建ててるところを走り回りながら乗って、うんうん、これちょっとちゃんと全部見ないとダメだなと思って、うん、やっぱ同じようにテレビシリーズを1回目からブワーッと見て、うん、まあ本当3日ぐらい全部見たんですけど、ホタルが割とこうテレビスペシャルになると嫌なやつ、そうだね、ちょっと嫌な、あのスペシャルになると、ね、スペシャルになると大人になってて、そうそう、まあ、さっきの尾形直人で裏切るとか、うんうん、あの出てこないけど大竹しのぶの旦那の医者を裏切る、うん、あの不倫で裏切るとか、チェロ弾いてんだっけ。そうなんですよその前のシリーズで見ると逆に今度純が実はそうダメな子、うん、それが入れ替わる瞬間みたいなのが実は見てなかったから、うんうんうん、テレビシリーズ見て結構その見方がガラッと変わるみたいな。まあ、テレビのホタルは渋いからね。そう、テレビのホタルは大人びてるってことね。大人びてるし、すごい我慢してるし、発する能力半端ない、うん、半端ないんですよ、うん、だなんかその辺が見て一本通してまた1回テレビの1回目から遺言まで全部見て、こんなすげえドラマ他に見たことねえなと思って。じゃあ小吉のテレビ時代の渋さもあんま分かってない。それは断片的にはもうあのつまみで見てるんですよ。あで小吉って結構消えちゃうじゃないですか、うん、断片的に、まあそうそうそう、うん、あの母ちゃんの都合でいなくなったりとか、うん、緑の都合とか、うん、
で突然その自衛隊で現れて、うん、男親父だと思ってますから、うん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 、2万円渡してなんか、うんうん、ありがたがられるとか、これ鮭うめえな、鮭うまいっすね、鮭とかね、であの雪除雪の仕事してて、うん、そのまた偶然ホタルに会うってとか、うんうん、それであの蒼太兄ちゃんにあの結婚しちゃえっていうか自分の子だってことにしろみたいな、うんうん、なんかその辺でなんかこう小吉すげえみたいなのがまた出てくるっていう。なるほどね、はい、じゃあそんな中でですね、はいはい、そんな中でまあこれ本当にもうネタがありすぎてぐちゃぐちゃになるのをもう分かってるんですよ、はいはい、分かってるんですけど、まあテレビからこのスペシャルからね、はいはい、いろんな中でまあ一番分かりそうなこのシーンが良かったなみたいなのをこう順番にこう話していく、なんかフリーな感じでやってみようかなと。一個一個出しますか。いやこうなんか一人さん、いやどうせ一人が喋ったらこうかぶせかぶせてきてぐちゃぐちゃになる、ぐちゃぐちゃになる、感想が言いたくてしょうがないですからね。もう俺はこう思ってるみたいな、そうそう、だいたいこう飲んでた時の話みたいなのと同じだからさ。だからそれで一応メインでこう今後まあテレビシリーズを一番今強いわけじゃん、うん、情報がさ鮮度があるわけじゃん、うん、だからそこになんか逆におーみたいな、もうベタでもいいですよ、いいですか、もう泥でももう全然もう、ああ、まあ、あの メジャーなものもいいし、うん、マイナーなものもいいし、逆にもう俺なんか知らないものが忘れてるのがあるかもしれないし、なんですよ、 UFO いいんですけど、まあ、ずっと見てて気づいたことがあって、うん、ホタルめっちゃ足速い説があるんですよ。ああ、めっちゃ速いっす。ホタルすっごい足速い、足腰強いと思うんですよ、うん、はい、あのもうね、それ言うとね、まずあの空知川沿いを、石田歩みを、もう本当もうデイコ、デイコ、石田歩み、ママをさ、はい、あのいろんな思いがありながらも、はい、墓前に行かねえんだよ。そう、墓前に行かない、お腹痛いっつって、うんでも最後ソータ兄ちゃんのバイク乗せてもらって、乗せてもらって、そのカーテリーを走ってるところです。走るじゃないですか、うん、めちゃくちゃ速いじゃないですか。で尾形直人追いかけるときも走る、そうそう走る、はい、すっごい速い。まあそれ要約すると蛍が走ってるだけでも涙が出てくる。あと雪の中の中でもめ、うん、全然転ばず走ってますね、走ってるんですよ、うんうん、運動神経めっちゃいいんですよね。蛍の足腰すごいなっていうのは、じゃあさ、はい、もう決めたするけど、まあ泥の下りで、はい、ジュンがトラックに乗るじゃん、黒岩さんといて、で五郎ちゃん、五郎さんが転んだ時に蛍が走りながらジュンに言った言葉は言わなくてもいいけど分かる。分かりますよ。あ、それは分かりますよ。あ、それは分かるんだ。それは言っていいんですか。それは分かる、分かります。それは分かるね、はい、レイちゃんの手紙が、そうそう、手紙が来たら、うん、あのだからああいう別れ際で走る、うん、蛍が走るっていうか、それだけでなんかもういいよね。そうそう、走るホタルを見るだけでなんかもうグッときちゃいますよ。いややっぱりそのそこでもっと膨らましてそのやっぱまあ会いに来てさ、あの弁護士も一緒にいてさ、はい、でお墓参りしたいからって言って、はい、でまあホタルはもう行かないってわけ、お腹痛いみたいな、はい、まあそっから比べると、ね、宮本信子も、ね、宮本信子ね、夫婦で出てる、そうそう、伊丹十三と一緒に出てるんですよ、吉野さんね、吉野さんと、そうそう、で行かないって言っておいて、もう何時何分で行って、はい、でこれはテレビシリーズの話ですよね。テレビシリーズ多分聞いてる人が分かんないから、あ、そうか、そうね、何の話か、これテレビシリーズの玲子っていうのは、奥さん、奥さん、ね、奥さんが、五郎さんの奥さん、五郎さんに富良野に一回子供に会いに来て、ね、離婚が決まりました、はい、でも蛍はまあこっからまた深掘りすると大変なんだけど、まあいろいろあってこうやっぱりこう許せないっていうか、まあ、はい、一番かわいそうなの五郎なんだみたいな思いがあって、うん、はい、冷たいわけですよ。そうですね。で、純がお前は冷血動物だ、はい、って言って、で、玲子は帰るんだけど、はい、で、蛍はあの見送りをしないと思いきや走ってるシーン。はい。空知川の川沿いをね。そう、あの時の宮本信子が空知川昔の恋人と来たわって、あの弁当がいい。弁当食ってんですよ。そうそうそう。しれっとね。しれっと弁当食って。駅弁美味しいわっつって、あのご飯食べるタイミングなかったからって、駅弁食ってんですよ。そのシーン、その差の描き方とか、ね、そのシーンっていう、そのシーン、はい、グッときますね。あの走ってるシリーズで言えば、あ、全部あの走ってるシリーズは僕好きなんですけど、あ、じゃあ走ってるシリーズの次ホタルどれ、その後はちっちゃい子のホタルでしょ、うん、ジュンが出てくる時じゃないですか、うん、泥の前泥の時ですよね。泥の日、だからレイちゃんから手紙届いたら
連絡するから、ね、俺が一番もう最初から全然グダグダになってるけど、はい、俺が一番好きなホタル走っていく時は、はい、あの根室両親所かな、はい、まあ不倫するわけですよね、はいはい、鮭ね、天城鮭のくだり、まあ鮭食ってけどね、うん、あのまあ、あのこれスペシャルの何だったかな、これですね、だいぶ後ろの方じゃないですか、ホタルが時代かな、まあホタルが不倫しちゃうんですよ、あの病院の先生とね、うん、であれ網走から根室だ、根室ですね、根室の小さい病あの診療所に、まあ、一緒に駆け落ちしちゃうわけですよ、うん、で、それを、まあ、純と五郎が、まあ、会いに行くわけですよ、もちろん、あの世間にね間違った生き方をしてるけど、うん、父親の五郎が会いに行って、うん、あのまあ、その先生に対してね、あの鮭中くらいに乗ったような迷信があってですね、いつでも買ってこようって言うわけですよ、それで確かホタル走ってくるよね、戻ってくるんですよ、まあ、あれも戻ってくるんですよ、あれいいですよね、そうで、五郎さんにこう抱きつきます抱きつくんです、ね、あん時の純の車はテラノかな、ああテラノ、テラノ、ね、8時間だから違うな、10なで帰りの車の中で一言も喋らない、そうあれはいいシーンだよね、すごいあれはいいシーンですね、あの中くらいのっていうやっぱりこう何があってもいろいろ道を外れてもいつでもっていうね、家族だったらいろいろあってもいつでも帰ってこようっていう、はい、あのなんかこう いいですよね、いいね、あれはいいですね、こう完全にホタルナイトになって、ホタルナイトになってますね、走ってくるシリーズでもいいですか、もう一個、ああ全然いいです、あのキネジのキネジ馬が、ああキネジって虎まさみね、どっちのシーンですか、馬で助けに来る、助けに来る、ああ車輪車輪の時、ユキコさんと車に埋もれるやつね、が、うん、車の中に、うん、閉じ込められる、閉じ込められて、うん、もう死にそうになって、もう誰も助けに行けない、うん、はい、テレビシリーズの中ですよ、まあ、分かるで車輪車輪で埋まってる、そう車輪車輪車輪っつって、はい、キネジっていうのは小吉のおじいちゃん、おじいちゃん、トラバサミです、村から嫌われて、村中の人から嫌われて、へなまずるい、へなまずるいチャリンコで川から落ちてしまう、そうその言わないでください、ね、これスケルシのたまんない会話してるんだよ、ね、はい、であの大きいドサンコなんですかね、あの、うん、あまあ名前をつけないですよね、そう名前がない、馬って馬、十何年一緒に、20年近く一緒に過ごしてきた、うんね、女房にも逃げられ、でもその馬だけはずっと、うんね、そうなんですよ、うん、自分のことを見てくれてた馬をもう手放さざるを得ない経済状況になっちゃって、売りに行く時ね、売りに行く時、トラックが迎えに来る時の泣くんだよね、はい、それが、うん、その話飛びましたね、いや、まあね、いやその雪の中でユキコさんと、はい、ユキコっていうのはまあ馬が探しに来る、うん、竹下恵子、はい、おばさん、わかるわかる、はい、純とユキコさんが死にそうになってる中で、うんうん、みんなが探すんだけど、うん、どうにも見つからないと、うん、馬が見つける、馬が見つける、馬だけが知っているっていう、まあ、うん、その話もなんかその馬はそういうことができる動物だっていう、そうそうそう、で電気が止まってすごい大嵐で、はい、中ちゃんの、うん、まあまあ家がもう、そうですね、ソータの家も、うん、みんな電気止まっちゃって、はい、3日間ぐらい、そう、はい、そういうシーンだ、そうそうそう、で誰も助けてくれないと、うん、まあ、助けに行っちゃいけないことになるんですよね、町がもう危ないから出ちゃダメだって、うん、そんな中で死にかけていた2人をキネジの馬がシャン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 助けて、まあ、あの出てくるところでも走ってくるって、そうそうそう、ああそれか、うん、あれもいいよね、あれね、そうなんですよね、なんで結果そのでも馬はね売られて、うん、でもしかもその馬の飯だけ、要するに貝場っていうご飯は緑がスナックで働いた金で食べさせてるから、緑は売れ、緑が娘だもんね、そうなんですよ、あそっか、ちょっともう一回確認した方がいいのかな、 DVD の第一号、そんなね餌代もバカにならないから、そうバカにならないから売ってくれってずっと言われてるんだけど売らないわけですよ、緑どこにいるの、緑はあ、いたいた、そうだよ、そうなんですよ、そうだ、こうなってるんだな、そうなんですよ、これがね、これでも言っていいのかどうかわかんないですけど、橋から落ちて、よく、まあそうです、日本酒持ってって、うん、それも基本ですよ、でもネタバレなんかないから来たことない、リアルなところでね、ああそうだね、まあ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 、ね、そうだよね、あともう一個いいですよ、北の国からシリーズ出てくる女性が割とみんな不幸、はい、でもね、
それもびっくりした。俺お嬢ちゃんに言われるまで意識してなかったけど、うん、本当で内田有紀は不幸じゃないよ。あ、内田有紀不幸ですよ。身寄りがいないんですよ、うん、でそれを要するに唐十郎と、うん、その唐十郎は血の繋がってない親子なんだよ。そうです。ただ父ちゃん同士がすごい親友で、うん、そうだそうだそうだ。それで身受けをしてるから離婚してるけど、あのトドのところにいるわけなんですよ。うん、だ娘は娘をよろしくって言われて預かってるから。だから内田有紀にはだからもう家族がいないんですよ。何かが抱えてるっていうことですね。そう、何かしら抱えてるんですよね。まあ、基本的に、ね、あとあの基本みんなダメな人ばっかりですよ。まあそうだね。由紀子、由紀子も不倫してるし、みんな傷を持ってるっていう、ね。まあ、で五郎ちゃんは一発の五郎って3回孕ませてるし、蛍、うんうん、は蛍で他の男と作ったやつで小吉と結婚するし、純、うん、は純で下ろしてるしみたいな、うん、でこれ実はストーリーになってないけど、ジュンと内田有紀も離婚するんですよ。うん、まあ、倉本先生の脚本上では。あ、違うんですよ。映像は、ね、映像まだなってないんだけど、うん、そう、あの 3.11 の設定の、うん、が起こった後とかも、うん、あの、あ、それ小吉とか、小吉とか被災地で活動してるんだよ。そう、それに流されちゃう。小吉も死んじゃうんですよ。そう、それは知ってます。小吉も死んじゃうんだ。死んじゃうんですよ。波に飲まれて。一応設定ですけど。うん、でもなんかその時代にあった、まあ、昔もそうなんです。その当時の時代背景がうまくドラマになってるか、そう考えるとその続きもなんか、いや、だって話聞くだけでも。みんなめっちゃ見たがってるっていうか。すごいね。で、さらに面白いのは、柊は、五郎さんと。柊どうなの？柊は五郎さんとちょっとできちゃうっていう設定もあったらしいんですけど、それはさすがにまずいだろうってことでなんかこう書かなかったみたいな話とかをなんかインタビューで話してて、めちゃくちゃ面白いんですよ。すごい、なんか全員が主役みたいな作りはすごいいいと思って、あ、まあ、基本的には黒井岳なんだけど、まあ、最初の方は純が主人公でありながら途中から五郎になったりして、はい、でも脇役の人も全部ストーリーがあるから、そこがやっぱすごい、まあ、これだからどっかのタイミングで話そうと思ったら、倉本聡先生のすごいのは、うん、全員の履歴書、しかもあの、うん、ネガティブなのも履歴書も書いてて、うん、NHK のやつ見ました、はい、でそれを全部年表でくっつけてって、その例えば1980年にはどんな音楽が流行ってて、うん、どういうことを聞いててとか、その時代背景とくっつけてるから、なんか一応ドラマで動いてるんですけど、まあ、これしかも全部ロケじゃない、総ロケ、ね、スタジオ一切ないので、うん、ロケでやってるからなんかもう一個の世界で、うん、なんか物語が動いてるみたいな、うん、裏でね、ドキュメンタリーを見てる、すごい濃厚なドキュメンタリーを見てるぐらいなドラマなんで、なるほどね、だあの、まあ、もちろんね、細かいところでツッコミどころあるんだけど、綺麗に時代も流れてるし、でもそれはすごい思う、すごいですよね、うん、まあ、だから多分変わってんのって中ちゃんの娘ぐらいなんですよ。ああ、配役が、そう、中ちゃんの娘、中ちゃんの娘変わってんだ、変わってるんですよ。結婚してあの柳葉敏郎の嫁になるのの時と子供の時で配役が変わってるんですよ。なるほど、それは分かんない、そうと、あと由紀子の息子がもしかしたら変わってるかもしれない、あの携帯ばっかりずっといじってる、はい、うん、子供いるじゃないですか、うん、で、あの中ちゃんの携帯投げられる、うん、あの子ももしかしたら変わってるかもなんですけど、大輔ね、大輔、そう、大輔、うん、変わってるかも、あ、海は柊の子供だ、そうなんです、大輔か、そうなんですよ、だから多分これ子役って書いてあるから多分別なんですよね、うん、ぐらいで、 あと基本的にほぼ全員その名前ですよ、そのまんまなんですよ、それってすごいことだな、めちゃくちゃすごくて、なかなかねえよな、いや、もう普通時代時代でなんか大人になったら大人役とか変わるじゃないですか、うん、その大河でもそうだし、うん、朝ドラでもそうなんだけど、うん、こんだけやってて同じ人がずっと出続けるってなかなかないね、半端ないっすよね。じゃあさ、あのあれだ、なんだっけ、大坪ちゃんとかこう見てさ、はいはい、赤マンとかな、どうも赤マンのこと、赤マンって誰だ、あ、もうそのあのあ、これね、一緒に赤マンわかる、わかります、泥の2倍を、赤マンわかるんだ、盗んじゃって、うん、赤マンわかるんだ、盗んじゃってで、なんか悪い先輩に返済に当てちゃう、その水谷に借りてた金に当てちゃう、水谷で殴って、あ、それはやっぱそうバールね、バールだから分かってる、じゃあエリが、エリ、あの、あ、そうです、道口より子さんが、はい、うん、この人がまたね、まあ渋い、渋い、荒川落ちちゃうんですよ、ね、じゃあ道口と純がこう、あの、いろいろあれするところのシーンはどういうシーンだった、うん、いやだから、あの荒川の川のボート、そう、荒川から隅田川かな、あれ川のボートで、うん、でまたがろうとして、そう、またがろうとしたら純が拒否して、
川に落ちちゃうっていうね。あそこ知ってるんだ。衝撃ですよね。新しい方が州とかはあんま分かんないんだけど。そう、州からぼんやりしてる。州か分かんねえんだ。じゃあ州の親父誰だ。州の親父誰だ。州の親父、州の親父は室田秀夫。これでも分かんない、見てない、ね、うん、まだ見てる。大英日ハム戦を家族ほったらかしで見るシーンとかも分かんないですね。これね、あのね、州のね、実家にね、純挨拶に行くんだよね。あのそれがだから次そうそう、あそこが、あそこどう思う、あれ、あのシーン次だからそんなに言えない。あの炭鉱家族、炭鉱家族、はい、子供やたらいるっていう、ああいうね、こうまあ有名な泥とか、なんだろう、子供が食べてとかあるんですけど、うん、そういうマイナーなシーンも意外といい、どれどれいいとこありますね。いいですよね、はい。まあこれだから僕まだフライデーない中でちょっとそのハマって、そういう名シーンだと思ってるのは、うんうん、まああの小吉と蛍の結婚式の蒼太兄ちゃんのカセットテープ、うんうん、あー、まあ、はいはいはい、まあベタだけど、はい、でそこにつながる、その亡くなって、突然亡くなった時に、うん、まああの純がめっちゃ落ち込んでる、うん、でその時に五郎は結構あの柊と連絡を取ってて、柊、うん、は実家に帰ってるんだけど、うん、タクシー代を払うから来てくれっていうやつを、うんうん、室田秀夫が乗せてくる。ああ、わかるわかる、そうそう、そう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 。で、車で待ってるんですよ。そう、ね、そう。わかるわかる、そう。渋い、あの、来ない、入ってこない感じとか。そう、物田秀夫がね、そう、送って、あい、来るんだよ。そう、で、あ、運転席で寝ちゃうんすよ、うん。で、その寝ちゃうのとかも、ホタルを待ってる時の黒板五郎と描き方が一緒なんですよ。うん、あの、高校生で看護婦になる時に、あの、駅まで送って、これね、そう、なるほど、ホタルを待って寝てるとコツンコツンってたぶんわっと起きるのが、同じ室田秀夫のやり方と一緒なんですよ、うん、この見てない人に対して分かってるシーンを喋りまくるって快感なんだ。そうこれ快感なんだよ。これ北の国からのプレイで、ね、聞いてる人ポカンじゃないですか。いやでも、まあ、分かってる人は消しゴムで消してしまいたいから。ああ、そう、消しゴムで消してしまいたい。消してしまいたい。なんだっけ、週のテーマ知らない。週のテーマ知らない。すごいですよ。次、今日の帰りに見ます。いやもう、そう、もうこっからまたね、室田秀夫は名優ですよ、もう。いや不揃いの課長だから。あ、そうそうそう、山田太一先生にずれちゃうからね、こうやってまた。そうなんですよ。そう、だからその山田太一の話もさせてもらえるんだったら。いや山田太一結局その、はい、始まる、その、うん、始まる北の国から始まるちょい前に、ちょうどその TBS で山田太一先生のドラマが始まってるわけですよ。不揃いの前、不揃いの後ですね。30分超えました。そう、思い出、これでもこれで一回、ま、そうとしたらまとめるから、それまた次に続くから、はい、思い出作りっていう あれ不揃いの後なんだ。不揃いの後です。どれだけ撮っといた方が後で編集できるか。編集する気ないだろ。編集する気ないんだ。大体できないって。これ北の国からの要するに対抗っていうか裏番組なんですよ、うんうん。で、結局それはワンクールで終わるんですけど、ガキの種めちゃくちゃ。それが慣れてんの、終わるとともに、それがちょうどあの塩分が必要みたいな。あの結局あの紅白見れないじゃないですか、みんなでテレビ CBS で。見れない、見れない、うん。で、小吉、緑と小吉が紅白見てる時はあれ誰の歌、あれ、雨雨降り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 。見に行ったら暖かい家庭がありすぎて、純粋だから入れないみたいな。で五郎さんは五郎さんで中ちゃん家に行くんですけど、そうそうそう、中ちゃん家は中ちゃん家で団らんしてるから帰れなくて、家に帰ったら3人集まっちゃうんですよ。名シーンだね、それで。丘の上みたいなところに行って、そう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 、富良野の夜景を見て、富良野の夜景を見て、あそこの家庭の全てがまあ北の、あ、違う、紅白を見てるかもしれないけど、うん、つって、あ、名シーンだそれ。そう、あの、それ名シーンだね。だから1980年にさよならをするんですけど、うん、それのあのテレビシリーズ、テレビシリーズでの最後じゃない、最後ぐらいじゃない、まだ年末ぐらいです。まだ死ぬ前なんで。そっか、最初、あ、そうか、あれがね、メイコが死ぬ前なんだ。7話か8話ぐらいなんですよ、うん。でそのくらいで、うん、その TBS の山田太一先生のドラマが終わるんですよ。なるほど。そっからガーンって上がるんですよ。なるほどね。でその上がるきっかけ、12月末に終わって1月8日の回っていうのが、うん、ちょうど、うん、石田あゆみが病気になって入院して、潤、うんうん、がゆき子と東京に帰る、うん、それは吉野さんの推薦する病院にしか行かないやつ、はい、で5日間限定で帰るっていう時に潤が行くんだ。潤が行って、だけど潤はもう東京に未練、あ、最初はだから行ってるんだけど、うん、みんながなんかその同級生が話してるって話、うんうんうん、に全然話が合わなくて、うんうん、結局テレビが何もないから、うん、ついていけないみたいな、東京の文化に。
同級生が昔はなんかギア付きチャリを乗ったのが、うん、なんかそのチャリのスタイルが変わってるのを見て、うん、とか物を捨ててる大切にしないのを見て、うん、東京の未練がちょっと消えてくるんですよ。そう違うなと僕のスニーカー本当に大事なものに気づくみたいな、その辺から、うん、ギュンって変わって一気に北の国からの視聴率がブワーンと上がるんですよ。まあ、最初から視聴率が良かったわけじゃないんだよね。あ、全然ダメなんですよ。純の気持ちがちゃんと、すげえなそれ。佐野に夜になったらどうすんの、夜になったら寝るんですだったのが、あ、最初のね、はい、それがもう北の国の人になるわけですよ、うん、東京っ子が、ね、すごいねそれね、あのすごいですよ。五郎がついにね川から水を引いたところから、あ、そう、あ、そうそうそう、純の気持ちがだから常にそう、もうお父さんがすごい人、まあ、それがあるとまた父ちゃんがダメになって、中学の時に純があの風力発電作ったのに喜ばないみたいなやつで、お父さんは最近だらしがないって言って、あの五郎さんに叩かれるとかにもつながっていくんですけど、レイちゃんと出会って東京に行こう。であと一個面白い、一個面白いのがあって、7話目8話目ぐらいまで五郎さん結構シリアスなんですよ。うん、あんまり僕らが今やってるやるなら今しかねえみたいなコミカルなシーンはない、で初めてコミカルなシーンが生まれるのはそれどこなの、石田あゆみが来るんですよ、うん、石田あゆみが来ちゃって家に来るっつって、中ちゃんといるんですよ家に、で中ちゃんに中ちゃんいてくれよっていうのが初めてシリアスなゴールなんですよ。シリアスじゃないからコミカルなゴール初の、そう、こうやって、そう、中ちゃん、中ちゃんじゃ伝わんないけど中ちゃんっていう、それまではずっと、まあ、もちろん純に対してももう敬語で話してるし、ちょっと男っぽい感じ、そう、凛々しいし、もうあのずっと昔から引きずってるやつなんですけど、田中邦衛なんですけど、なかなかいい視点ですね。そうね、それね、あれ変わりますよね。あれかよかった。でここで要するに3枚目五郎が出てきて、そっからちょっとずつでだらしない五郎の緩んでくる感じが出て、でこれも多分すだちかなんかの、すだちって結局オープニングとラストが呪い潰れてるやつね。ああ、いいね。で、息子は東京に行ってるっつって、そう娘は看護婦になって、ゲットコラ中ちゃん。で、酒めっちゃこぼしちゃって、隣で飲んでる観光客に絡む。ああ、そうだ、そうそう。で、ベロベロになって中ちゃんにこう寄りかかって、雪の街を歩いてって最後終わるとか、引きずられてね、そのなんかこう、緩んでいく五郎みたいなのが、たまらなく惹かれてしまう。北の国からシリーズ、なんかやっぱり一番子供の時は純目線で、もちろん見てて、はい、やっぱり一番感情移入するのは結構五郎、そうですね、五郎にまつわることがなんかすごくグッときちゃって、グッときますね。そのまあ ベータ一番いいのは僕はやっぱり泥なんですよ、あれは総集編だからベスト版、なんかDVD とか音楽で言えばベスト版ですね、でもなんかそれをすごく一番象徴しているのはやっぱりインペリアル靴店の流れからのそれは違うんじゃないです、すっかから靴取りに行く、吉野さん1年、あれ何話なんだろう、で、あれはスペシャル入ってからです。いや、スペシャルじゃないよ。レイコが死んだ。レイコが死んだ時だから。あれはレイコが死んで、お通夜で、近くのインペリアル靴店の近くの公園で、ジュンとホタルがいたら、吉野さんが見てるわけよ。で、まあ、こっち来たら、ホタルが逃げるの。この辺じゃない ?23 ぐらいですよ。23か22か23。葬儀の朝。いや、ここ。そうだ、そう。で、これね、靴と、それは違うんじゃないですかの後に、靴をもう一回行くっていうね、この回結構秀逸なんですよ、これ。何でしたっけ、蒲田行進曲の人何でしたっけ、俳優。平田満がおまわりさん。おまわりさん。最初は怪しげに。そう。で、一緒に探すんですよね。そう。で、これインペリアル、まあ、ドラマの中ではインペリアル靴店っていう、恵比寿の達也を、突き当たって、ゴサロのピーコック、なんつうの、はい、坂の下のところが、インペリアルビルってビルの名前で生きてるんですが、あそこが、その五郎さんに買ってもらった靴をもういりませんって言って、吉野さんに新しい靴を買ってもらった靴屋なんですよね。で、そっから右に曲がって、ちょっと大会山なんてんだろう。駒沢通りとかあっちの方行くと、その、本当に公園があるんで、距離感も絶妙なんですよ。そうですね。
で、純と蛍がこう吉野さんが近寄ってきて、あの蛍がもう私なんかあの人があんまり話したくないみたいな、あの本当にあのリアルにあの公演があったりするんで、はい、おすすめですね、はい、でまあそのよく知ってます、それは違うんじゃないですかって五郎が、まあ、次の日帰ってね、あのやっぱりお金の問題があったりして、はい、その1万円ね、あの、まあ、記者で来るわけですよ五郎は、ヒレジの名台詞ですね、そうそう、で中ちゃんにお金も借りずにあのいろいろ大変な思いをして、まあ、来るわけですよ。玲子の葬儀にね、葬式ですよね。だからそれをいろいろは知ると、純と蛍はもう一回あの、ね、まあ、ボロボロに擦り切れて、五郎さんが買ってくれた一番安い、うん、確かに980円。そうそうそう、980円。吉野さんが買ってくれた靴はね、3000ぐらい。4000円ぐらい。そう。4000円ぐらい。あれがね、なんかね、象徴してるかな。すごく、そうっすね、なんか結局あの考え方ってやっぱ泥のついた一万札にもつながったりとか、つながりますね、なんか物によってその感謝とかに気づかなかったことこう胸をえぐられるようにこう、うん、なんかされるみたいな、いやその間にも結構その靴下を五郎が縫ってるっていうか、うん、繕ってるシーンとかちょいちょい挟まってるじゃないですか、うんうん、やばいっすよあれは、ね、何にもできなかった五郎がそういうお父さんになっていく、あのシーンはねやっぱいや痺れますね、痺れますね、それは違うんじゃないですか、あれはね、あんたたちたった1万円でみたいな、そうで吉野さんなんか北の国がすごいところってみんなそれなりに訳ありでその人生を一生懸命生きていくから、うん、本当の悪人がいないんですよ、うん、あね、まあつららだって小込みだっていろんな人生があってああなってるみたいな、うん、ところがあるからそこがなんかすごいかなみたいな、すごいっすね、本当にすごい、こんな感じでもうねもうこれ30分以上撮ってるんで、はい、もうね一回そろそろこれ終わんないんで一回聞きましょうか、こんな話を聞きたかったみたいなね、一回だからこれもうこれ次やるかっていうよりこれは終わんないんで、うん、これ続きどうします、スナック小松さんに行って、これは小松さん、小松さんか、ね、緑のここみか緑のやってる新しい緑のねやってるスナックにね、あの小吉がね、あの蛍結婚する報告しに行くとこもいいんだよ、100万本のバラの話ですね、そう100万本のバラの話もあるけど、はい、まあじゃあ今日はここまで、はい、ここまでで、はい、ここまでということでね、はいはい、じゃあまた次回また北の国から、はい、じゃあ次は富良野でやります、富良野、富良野か札幌かね、へそ祭りに合わせて、まあこれはへそ祭りで空違う、空違う、あのカヤックじゃなくてなんだっけ、あのそれはイカだね、イカだ、イカだ、イカだ、くだりもまたね、裸にされて風邪ひくんだよね、それは大好きで、そうあのそうです、大好きかな、終わんないんでこの辺でごきげんよう、さよなら、熱出したからね、またやります、さよなら、ありがとうございました、これ絶対編集しねえだろ。